篠本城は、現在の千葉県三部郡横芝光町、篠本付近にあった中世日本の城である。篠本城は、標高約36メートルの絶頂大地上に立地し、南北190メートル、東西160メートルの規模を有する城石であり、1993年から1996年に、上域のほぼ全て2.93ヘクタールの 発掘調査が行われた。出土遺物には、南宋から秋代の政治、白地、瀬戸用、床滑用製品、妙種、前輪の牧書や、瓦家や、内地鍋を含む、土器類、銅鏡や蝶津貝、切り葉などの金属製品、あるいは茶臼、硯、板火、石灯などの石製品があり、日常用品から茶道具まで多岐にわたっている。 これら出土遺物の年代から、東場の最盛期は15世紀前半で、16世紀初頭までには、廃絶したと推定される。なお、これら遺物は2018年4月に待ち、指定有形文化財に指定されている。また発掘調査の結果、人為的に埋め戻されたと見られる空ぼりが多数見つかり、木内は4つのクルワに区画されていたことが判明した。クルワとは、軍事的。 政治的な意図をもって作兵、盛り土された平面空間と定義でき、15世紀後半に車を連ねる構造が発達し始めたとされ、戦国時代以降の上巻では複数の車を意図的に配置し、一角を主とし二角以降を重とする構成が一般的である。しかし、下本城は主従の関係が明確でない空間で構成されており、このことから、 戦国時代当初の上官では、クルワ間に、主従の関係はなかったとも考えられるようになった。なお、篠本城の存続した15世紀前洋から16世紀初頭は、当地域の資料の空白時期と重なることから、在地領主との関わりは不明である。しかし、多量の中世陶磁器や五輪刀、法教院刀などの石刀が伴い出し、城内で日常生活が営まれていたことが、 想定され、城郭自体が存落形態をとることから、城郭を領主層の居城と捉える、従来の考え方とは別の見地からの考察も必要であろうとされている。下本城は、丘陵上の角々に、主従関係の明確でない建造物のブロックが存立して全体で上管をなす、軍閣式城間で、角々ごとに家が成立していたと見られる。 領主の家構造にピラミッド構造はなく、それは一気的なものであったと考えられる。類例に青森県の根城、神奈川県の茅ヶ崎城がある。ありがとうございます。